あらみさんこんにちは、ぜひゆこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイがまさかあんな場所で使えました。現金で払う場所などということで、今回はちょっと PayPay ペイペイをある場所で使って、ちょっとですね、思わず感動してしまったので、そちらについてお伝えしていこうと思います。 それではまず見ていただきたいのは、この上の僕がつぶやいたこちらのツイート内容ですね。数ヶ月に一回定期的に行ってる歯医者さんが、ペイペイに対応してて感動、こういう場所って現金のみかと思ってましたが、自分的には普通に嬉しい。歯医者に行ってポイントが戻ってくるって控えめに行って、ということでツイートをしました。そしてその時の決済が完了した画面がこちらですね。右側の方です。ちょっとぼかしてはいるんですけども、死かと少し上に出てると思います。 3220円分の決済をして96円相当のペイペイ残高ゲットということでした。いやーまさかですね、ほんと歯医者さんで QR コード決済ができるとは思ってなかったんですよ。正直驚きました。 最初保険が効かない自由診療のみかと思ったんですが、しっかりとですね、保険診療で使えることができたんですよね。以前あの、ここの歯医者さんの治療で、歯に何か特殊なセラミックではないんですけども、それに似たようなものを埋めるときに、お会計の際に大体3万円ぐらいかかったときがあったんですよね。それが保険が適用されなかったものだったので、その時はクレジットカードで決済をできたんですけども、 今回はそれとは別で普通の歯のメンテナンスでいわゆる保険が適用されるちょっとした歯のクリーニングでペ a ペ p が使えたことにびっくりしたんですよね。いやもうここまで来たら本当に現金を使う場面って本当に減ってきたなというふうに思いましたね。 で、そこでふとですね、最近僕自身はどんな場面で現金を使ってるかっていうのをちょっとまとめてみました。まあこれだけしかないんですけども、外食時、主にラーメン屋さんですね。あとはコインロッカー、そして運転免許の更新という感じですね。まあこう見ると結構少ない方かとは思いますね。まだ多分どこかで現金を使ったかもしれないんですが、一応この3つにしておきます。 まず外食時なんですけども、基本キャッシュレス対応のお店しか行かないんですけども、どうしてもやっぱりラーメンが食べたい時がやっぱりあるんですよね。もうそういう時はもうしぶしぶ現金で払ってます。 まあ本当、ラーメン屋さんって不思議となかなかキャッシュレスにならないんですよね。まあ結構駅の中とか、そういった人が集まりやすいところとかに関しては結構クレジットカードとかスイカとか使えるとこあるんですけども、ちょっと離れた場所にあるラーメン屋さんとかだと全然現金だけなんですよね。次のコインロッカーなんですけども、これもちょっとしたエピソードがありまして、友達と銭湯に行く際に、そこがペイペイが使えるということで行ったんですけども、まさかのそこが有料のコインロッカーだったんですよね。で、僕その時にたまたま財布を持って、 持持たずにスマートフォンだけっって行って行ペイで返金しましたいや、もうこれに関してはもうすごく油断してましたね。そして運転免許証なんですけども、僕あの更新する時期だったんで、この更新する時に確か3、4000円ぐらいだったと思うんですが、こういうところほどなかなかやっぱりキャッシュレスにはなりにくそうですよね。まあその更新に行った日にちょっと面白かったのが、やっぱりとんでもない人数を裁くので、お会計の際ですね、お釣りで現金を出す時のおばちゃんのスピードがと とんでもなく早かったですね。まあそんなこんなで、今回は歯医者さんでも PayPay ペペが使えたということと、そして僕がここ最近現金を使った場面についてお伝えをさせていただきました。もしですね、最近こんなとこでも PayPay ペペ使えましたよーですとか、まあ現金決済に関するエピソードなどがあればですね、下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。